どうもどうも、ミルハッカミルクサッカーアカデミーのウェバーでございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたします。今日はこちらですね。ドン出た欧州市場が狙う日本人選手移籍照準。お願いします。よろしくお願いします。はい、狙ってる。そうなんです、やっぱりですね、まず、あ、皆さん、はい、あのやっぱカタールワールドカップでの日本森保ジャパンの活躍ってのもありつつも、はい、その後ほら第二次森保政権が始まってバチコンめちゃくちゃ点取ってたりするじゃないですか、はいはいはい、でさらにはドイツに2度目向こう行って勝ってトルコにまで勝っちゃったってことで、だいぶヨーロッパのスカウトの皆さんが日本って実ははちゃめちゃにすごいんじゃないかと思われ始めましたと。黄金の国があるとジパン、東に、はいはい、でだから Gリーグでしかもやっぱり活躍した選手が、やっぱりそのままヨーロッパに来て活躍してる。でよくよく日本人選手見てみると、はい、同じレベルのヨーロッパにいる選手にいるよりもちょっとやっぱり安いんじゃないかって話からちょっとだいぶスカウトが目をつけ始めてるってところになって、一体誰に目が向いてるのかちょっと考察していきたいと思います。わかりました。教えてください。ミルハッカー毎日やってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、うん、ってことで今からなんですが10人出てきます。はい、でなんですけども、第二次森保ジャパンにすでに選出経験がある方だったり、はい、もしくはヨーロッパでの在籍経験者の方っていうのは、除いた形でそれ以外で10人今回まとめてみましたので見ていただければと思います。はい、じゃあ行きましょう。まず一人目こちらの方、はい、ドン、はい、ミスタバコト、はい、まあですよね、そりゃそうって感じですよね。出してよし、受けてよし、打ってよしね、間違いないですね。しかも今期に関してはもともとやっていたアタッカーのポジションだけじゃなくて、はい、右のウイングバック並びに最近ボランチやってますからね、ミスタ君ね。ってことでまずはまとめてみますと、ミスタ君プロになって1年半なんですが、やったポジションはですね、2トップの一角、右ウイング、右のサイドハーフ、右のシャドウ、トップ下、右のウイングバック、ボランチです。まあ、ちょっと右側の攻撃クリエイターなスペシャリスト感がちょっと出てきてるかなっていうところがありますね。いろいろできるね、これね。そうですね。で、ミスタ君の場合、ちょっと他の今までのこうドリブラー系の選手と違うのが、要は外に張り出してよし、中でチャンスメーカーになってよしっていう形なので、やっぱりいろんな監督さんからしたら使いやすいことこの上ないですよね。で、さらにやっぱり広島だっていうところがあるじゃないですか。はい。ドイツに対してのパイプがありますね。スキッペ監督っていうところがありますから。でもスキッペ監督は手放したくないじゃないですか。手放したくないと思いますけどね。まあでもそういうことか。はい。要は5億6億クラスでこう話が来てもおかしくない選手に育ってるかなと思うんで、もしかしたらこの冬、それこそ怪我がなければ夏移籍の可能性もあった人だと思いますから。はい。冬結構リアルなんじゃないかなというふうに思います。なるほど、なるほど。はい。そんな選手でございます。そして今度2人目。俺ちょっとこういう名前来るんじゃないかなと思って入れてみました。はい。ドン、セレッソ大阪、木田ひなた。狙われてる。あるかなと思っております。はいはいはい。でも、彼としてもセレッソ大阪で今、香川選手とね、あのダブルボランチ組んでるよってところになってますと。で、J1 のこのセレッソの中でも、まあ、レギュラーとしては初年度だなってところがありますが、皆さんよく考えれば彼は高校 1,2 年の頃からアンダー23チームとかでもずっとこうコンスタントに出場経験は得てきた選手じゃないですか、うん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 、でもなかなかトップチームのところで使えられ、ね、使う機会がなかったっていうところがあるけれども、今年ようやくそれが爆発していると、はい、で彼もこうプロになってからというか、やったポジションが下にバーっとちょっと英語で書いちゃったんですけど、トップ下サイド、両サイドハーフ、両ウィングバック、ダブルボランチ、アンカー、両サイドバック、センターバックの右左ということで、フォワードとセンターバックのど真ん中、キーパー以外も全部経験者だというところがあるから、やっぱなんか日本代表の選手に対してやっぱヨーロッパとかそっちの監督さんからこうあるのは、一芸がめちゃくちゃ秀でてるパターンか、こうやってもうあまりにもこう使いやすいパターン。なるほど。うん、二択って言われたりするんで、こんだけ使えるっていう風になると、ちょっと欲しいなっていう風になってきてもおかしくはないんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。はい、そんな感じでちょっと入れてみましたという形です。こういう日本製品が評価されてるわけですね。そういうことですね。素晴らしい。はい。そして、今度はちょっとアントラーズがこれから2人ほど続くんですけれども、はい、3人目はこちらでございます。ドン、佐野海舟。はい。はい、まあこういうね話の時には毎回出してる選手にもなりますけど、あの佐野くんもあのいろんな形で使いやすい選手にまさになっておりますと、はい、っていうのもちょっとね、あの彼はちょっとカメレオン型のところがまさあるんです
というのは、もともとボランチの選手で、で、ボランチとしてはちょっとあのね、カンテっぽい感じで動いてくれるじゃないですか。うん、奪ってよし、最近では前に出てってもよし、はい、みたいな感じになってたりするんですけど、はい、例えば状況によっては4バックのサイドバックだったりだとか、うんうん、5バックのサイドなんてこともできたりするんですよ。便利ですね。便利ですよね。うん、しかもそっちになった時には、普通こう、ボランチからサイドバックにずれても、まあボランチっぽい動きをやっぱ続けるケースもあったりするんですが、うん、ちゃんとやっぱサイドバックとしてのこう本能というか、ワンオンワンでちゃんと勝つ。そっちになったら超デュエリストに変貌するみたいなところもあったりするんで、やっぱりこの辺あたりも監督として使いやすいっていう選手にはなってるんじゃないかなと思います。うんうん、まさにね。うん。ただなんかね、もう春先からそうですけど、岩政監督とは今年2023年なんか1年かけて森保ジャパンに入っていけるようにしようっていうなんか計画のもと練習もしてるってところがあるので、うんうん、まあ、まずはそっちを達成してからなんじゃないかなと思いますが、果たしてどうなるかという。なるほどね。はいはい。はい、まあ、先に弟も行きましたからね。そうですね。ね、はい、はい。次はお兄ちゃんだというのでございます、うん。はい。そして続いてまたアントラーズ見ていただきましょう。はい、今度はこの人、ドン。うん。松村優太。はい。まあ、右のウインガーっていうのが一番正しそうな気がしますけれども、うん、これから今週から開催されるアジア競技大会のメンバーとしても呼ばれるので、まあ、いわゆるアジアの大会の中に身を投じますから、まあ、その中での活躍次第ってことに彼の場合なりそうな気がするなとは佐藤的には思っていたりします、はい、ただまずやっぱ松村君といえばもともと静岡学園でね、うん、全国取ってる選手じゃないですか、はい、全国取って鹿島に合流してるって選手でもあったりしますから、うんうん、王者だね。王者なんですよ、うん、でその大舞台でこう力を発揮するっていうのに定評のある選手でもあるよと、はい、でさらに言ったらやっぱ足の速さってこともまたしかりってところがあり、うん、いわゆる伊東純也を超えるようなそれこそね経験も持ってくるんじゃないかってところがあるから、うん、はい、まあ、今同じ世代で言ったら小田裕太郎なんて名前もありますけど、うん、スピードでこうすばすっこさでいったら松村君のがちょっと上かなってところもあるので、その裏に抜けたボールを追うみたいなそういう部分でいったらその一芸でグンといけるケースも僕はあるんじゃないかなと思っていたりします。これ皆さん思い出してほしいとかまあそうなんですけど、あの伊東純也選手があのヘンクベルギー あの加入した段階とかは語学も分かんねえしその体力テストやったらチームで一番下らしいよみたいなことか当時の監督に言われてたんですよね。はいはいはい。なんだけど試合で使ってみたらいきなりこう結果出すみたいな感じだったりもしたから、うん、そこから使ってたら経験さえ伸ばせばやっぱりできたってところがあったみたいなので、うんうん、もしかしたら若いうちからこういったらそういうこともまたあるんじゃないかなっていうのも思いますね。なるほど。はい。というところで4人目でございました。はい。そして5人目でございます。うん、まあこれはまあって話ですけど、細谷君。うん。柏レイソルのフォワード細谷真大選手でございます、はいはい、うん、まあ、パリオリンピックのエースストライカーでもありますが、この間の横浜 FC 戦ですね、はい、で、得点を決めましてこれで2桁ゴール達成です、うん、まあもうねワンシーズンやって若手で2桁取りましたってなったら、はい、そんな選手がそれこそ市場に乗らないってことはもう絶対ないので、まあ、そうですな、これは日 J リーグだけじゃなくてそれこそお隣の K リーグであっても若手で2桁取りましたら、じゃあ例えばメキシコだブラジルだってなったとしてもこれはもう全部一緒の話なので、逆によく残せたっていうところもあるんでしょうかこの夏ね。そうだと思いますね、うんうん、あとは柏としてはただ一つ僕は大きいかな、もう細谷くんは行くこと今年の冬なのか来年夏なのかまだ分かりませんが、はい、もうレイソル側としてはもう出ることは分かってるって状態だと思うんですよね、うんうん、オファーが全くなかったなんて思えないし、はい、でもだからこそそのためにやっぱ森海斗君を徳島にこうレンタルさせておいたってことはあるんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、でそこで得点のねいわゆるエースストライカーとしての貫禄をつけてもらってチームに戻ってみたいなそういう流れだったんじゃないかなと思うので、はい、まあ、あとは細谷君がどこに行くのかってことに今後注目していきたいなというところでございます、うん、そうですね、はい、はい、ということで前半の5人でございました、うんうん、なんか今回今残りも結構アタッカーは出てくるんですけども、はい、まあ、ここからまた後半戦もちょっと見ていっていただければと思います、はい、うん、今度6人目こちらでございます、うん、新潟から水戸俊介選手です。お、まあそうかやっぱりね、そうですね、うん、なんかまたちょっと思うのが最近の水戸ちゃんを見てるとちょっとやっぱり田中達也味がすごくあるなという感じが、なるほど、
はい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 、まあこれ珍しいのが本当に本人から引き継いでるじゃないですか彼の場合。あ、今新潟のコーチですからね田中達也さんは。ああそういうことね、そういうことね。そう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 、だ結構ね、あの小見ちゃん水戸ちゃんあたりは田中達也さんとこう居残り練習とかもしてるみたいなのもいますから。はいはいはい、なんかその動き出しとかなんかちょっと似てるなってなんか彷彿とする部分結構あるなって思うんですけど、うん、やっぱそれはなんかいろいろ話聞いてたりだとか一緒にこうね今だとかなんか声聞いてたりするんじゃないですかもしかしたら、うんうんうん、なるほど、それなのかなってちょっと思っちゃったりします、ね、はいはいはい、はい、うん、彼に関してもやっぱ新潟はね最近はもう本間志音選手伊藤亮太郎選手と続々外に出てってるってところがあるので、まあ、冬じゃないかもしれないけどもう目にはついてるだろうなってところがありますから、はい、あとどれだけ出世していくのかにもちょっと注目したい選手で、そうですね、うん、楽しみにしたい選手、ね、なんかでも本間志音さんも出てほしいんだよね。そうなんだよね、そうなので、一部リーグで見たい、出さないんだったら水戸選手も取らないでほしいのよね海外。そうだね、おい海外、うん、ね、なんか雑に言っちゃってごめんだけど、おい海外ね見ていたいんだよ、ね、そうだ我々としてはね、はい、ということで水戸ちゃんでございました、はい、続いて今度は東京が2人組出てまいります、うん、7人目こちら、はい、まあクリューマ好きですね、うんうん、はい、ここまで結構細かくあんまり言葉に残してないけどデータのところ、画面上には記載はしてたんですけど、はい、松木くんはあんまりまさか今年データのところはそんなに多く残せてないじゃないけど、ああそうですか、特殊な理由があって残ってない部分はあるんですけど、ちょっと彼特殊ですね今シーズンね、うん、春先はアンダー20アジアカップにフル参戦、あ、はいはいはい、で今度2ヶ月後の5月にはアンダー20ワールドカップフル参戦、うんうん、でついこの間9月はねアンダー20にアジア予選にフル参戦、うん、どんだけ忙しいわね。そうですね、うんうん、もちろんリーグでもまあね彼は潰し屋とかっていうポジションもあったりとかもちろんタックルインターセプトのところでは数字あるんですけど、うん、他にも3アシストとね、パリセザンの中では1番ぐらいでこうアシスト数は残してたりするんですが、うん、まあ、やっぱり青いユニフォームは東京だけじゃなくて、ジャパンの方のユニフォームも今年はまあずっと着まくってる選手になりますよと、うん、まあ、彼に関してはここでやっぱりもう言うは言わずもがなというかもう海外に狙われそうな選手というかもう狙われてる選手ではありますからね、うんうん、いつ行くんだって言ったらそれだけだと思いますけれども、はいはい、あとはなんか東京での活躍っていうよりかはジャパンの方でどれぐらい活躍できるのかとか、うん、あとは残ってる10月11月っていうまだね森保ジャパンに選ばれる可能性残してるのでそこで A 代表入りがあるかどうか次第とかでなんか行き先が決まりそうな気がするそんな選手かなというところでございます。なるほど、はい、うん、ただ東京なんでちょっとすぐにもう一人の方を見ていただきましょう、はい、こっちの方がよりあるかもしれない、うん、田原積田こうたもうですか？もうですね。もうなんですか？もうなんですよ、また。っていうのも、はい、J リーグってその顧客、観客のその収容数とか、はい、そのリーグのパワーランキングとかで言っても、まあ、やっぱり世界中でもトップ20とかに入ってくるぐらいのレベルのリーグなんですよね。うんうん、そんな中で高卒ルーキーいわゆる10代の選手で出ておきながら、ドリブル数で、成功数で今、リーグ13位なんです。うん、はいはい。でこれ世界レベルで見ていくと同じその10代でドリブルしてるそのランキングとかやってたらもちろんリーグ違うからレベルも違うかもしれないけど、やっぱねトップ10クラス来ちゃう選手なんですよってなってったらもちろん本人がまだその体日本で作りたいからとかって言ったら話は別ですけど、話が全く来ないってのはちょっと薄そうだなっていうところもあって入れてみた。そういうもんですか。だから要はスカウトさんの考え方からすれば、三笘くんとかはほらやっぱりプロ大学を経てプロ1年半やって、うん、やっとヨーロッパに行ったじゃないですか、うん、それ考えると田原積田くんって5年くらい差はありますよね。 5,6 年というか、うん、三笘くんとそのプロ経歴の差というかで考えたら、だからこれだけもうすでに出てる選手なんだったら先にもうヨーロッパうちのチームでヨーロッパのねチーム側でうちのチームで取っちゃってそこでいろいろ鍛えてもらったら第二の三笘になるんじゃねえかみたいな、そういうあお互いをしてくるチームはゼロじゃないんじゃないかと思います、うんうん、東京としてはバングナガンダカシウス選手とかもいるからこそ若手いっぱい抱えてるけれども、その代わりちょっといろんな、ね、海外のクラブから狙われるリスクも抱えながらっていう感じでもやってるのかなというところでございます、ね、はい、うんうん、そしてラスト日本のがワンオンワンとかお願いできんじゃないの。
いいっつって、ね、外人とかすぐ帰っちゃいそうじゃん、なんか。そうなんだよな、ね、わかんないけど、三笘と比べる今のね論調でいくとね、なんかね、確かにね、あれはもう出来上がっていってるから、もうね、向こうからちょっとワンオンワンやらしてくれってなるかもわかんないですけどね、うん、あ、まあワンオンワンで行く人なのかどうかもわかんないですけどね、まあね、これから、ね、日本の良さもあらね、そう考えたらね、ちょっとね、はい、これ彼がどういう風なね、キャリアこう考えるかにもいろいろ考えてくるからと、はいはいはい、そして残り2人はなんと、うん、東京世代でもパリ世代でもありません、はあ、言いましたロス世代ドン、はいはいはい、後藤圭介くんです、ね、はい、はい、まあ、今シーズン2桁もちょっと目前なところまで来てますからね、うん、高校3年生にして、はい、で90分間あたりの得点数では4位、リーグの中で4位という数字も残していたり、あとはシュート数のところでもリーグ上位の成績を示し残しておりますと、うん、まあ、夏でもね移籍があるんじゃないかとも騒がれたぐらいの選手ですから、冬も結構リアルかなとも思いますけど、はい、特にあの彼に関してはもうロス世代っていうのがあって、いわゆるパリオリンピックのさらに1個先の世代ですから、うんうんうん、パリだとさ、ほら、まあさん、次来年の夏に会っちゃうから、はい、環境変えなくてもいいかなって思う人もいるかもしれないけど、うんうんうん、ロスだと結局4年先ですからね、5年先か。はい、だもうさ、行っちゃってもいいかなってなるケースはゼロじゃないかと思うので、うん、まあ、オリンピックのためにサッカーしてるとは限らないけどね、うん、分かんない、本人の気持ちは分かんないけどそうなんですね、まあまあそれは分かりますね、はい、そう、そういうことで、うん、だからもう冬行っちゃう可能性はゼロじゃないかなってところに入れてみたという選手でございます、うん、はいはいはい、そしてもう一人としてはこんな人も入ってくるかもしれません、浦和でプロ契約したばかりですね、うん、早川淳平選手でございます、はい、出てたね、もうね、そうですね、うん、これからまあ ACL とかもあるんで、早川くんに関してはこの ACL 次第とかになってくると思うし、冬じゃないとは思いますけど、うんうん、結構早い段階でもリストアップされてるよっていう報道はもうそのうち出てくるんじゃないかなというところでちょっと入れてみた選手でございます、彼もやっぱりロスオリンピック世代ですから、まあ、先の話ってことになるけれども、最近ねスコルジャ監督はスタメンで使ってますから ね、うん、これはと思うし、あとなんかね、なんかスコルジャさんとしてはなんかこの今のなんか使い方見てる、来年だったりもう本当にスタメンで使うんじゃないかってかなり、うん、うん、見て取れるようなところありますから、育て取るわけですな、秘蔵子なわけですな、うん、そうですね、うん、だ第2の、まあ、原口元気、関根貴弘みたいな感じになってくるのかなと思いますので、うん、ちょっと注目してみたいところでございますね、はいはい、と、あとちなみに一応何かプラスアルファもうちょい世代上のところに何か持ってきたんですけど、うん、あり得るかなと思ってるのはガンバのサイドバック黒川選手とか、うん、同じ左サイドバック系だったら湘南の杉岡選手、または今鹿島で大活躍中の樋口選手あたりも名を連ねてもおかしくないかなとは思っていますけども、そうですね、すごくそのリアリティがありますね、はい、そうですね、なんでここら辺も代表に選ばれるかどうかってこともちょっとかかってはくるのかなと思うので、そのあたりもちょっと11月10月11月かの森保ジャパンのちょっと発表なんかも楽しみにしたい、そんなところでございます、なるほど、わかりました、はい、以上でございます、はい、ということでお送りしました、ミルワカでいなくなっちゃうのとも思いますけども、けどね、どん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 こうあれですか、うん、加速していくのはいいことなんでしょ、そういうことですよ、です、ね、また新しいタレントも出てきますからね、うんうんうん、はい、戻ってくる人もいますしね、戻ってくる人もいますからね、はいはいはい、なるほど、でなるほどのリーグになってるっていうことでしょ、はい、そういうことでございますよ、ありがとうございました、ありがとうございました、今日もお送りしてまいりました、毎日やってますので明日も聞いてください、井戸ウェバーでした、ノーミルサトウでした、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします、それではまた、お願いします、バイバイ、またで、ありがとうございました。